おはれマンボー。はい、今日はホームシックっていう風に最近なってたんですけど、ホームシックなんだよねって台湾の友達になんか話したら、じゃあここ行くって言われて、なんかちょっとイベントに連れてってなんかもらうことになったので、ずっとお家にいても打ち切りになっちゃうんで、こうちょっと気分転換に外に出てイベントにちょっと足を運んでみようと思います。今日はツアンシャンジャン来ました。すごい賑わってる。なんかめっちゃお店出てるね。すごい、何なんだろう。あ、なんか音楽を弾いてるみたいです。なるほど、素晴らしい。すごいね。マッサージがあったりとか、いろんな雑貨屋さんとか食べ物とかも売ってます。ファーマーマーケットだから農業の店なのかな。農業のマーケットはなんかやっぱり野菜とかフルーツとかいっぱい売ってる感じですね。バナナ、あ、すごい、パイナップルいっぱい売ってる。見てるだけでもすごい楽しいですね。すごい、めっちゃでかい、超かわいい猫います。目が肉たらしい。マスク、マスク。あ、マスク、え、マスクくれる。可愛いよ。え、可愛い。あ、ピンクポンス。ポンス。あ、先生、先生に。なんかいっぱい、なんかいっぱいもらった。やったね。やった。すごいなんか親切ですね。ありがとうございます。可愛い。触ってもいいですか？なんかすごいおとなしい。おとなしいと思ってるの。おとなしい？老实吗？老实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 ？え、可愛い。犬の中でなんか一番頭がいい犬。很聪明，很聪明，很聪明的狗。那他们有名字吗？名字是 Warren。啊 ，Warren Robinson Lily。北海道から来ます。すごい、寒いところかな。他们在台湾不会很热吗？其实他们习惯了，他们一岁就来了，所以家里毛短，习惯，习惯，习惯。是是是。这个丽丽，他是丽丽，不是丽丽是啊，丽丽的。子たちがね、ちょっと疲れてる。多分なんか人が多すぎて。あ、人が多すぎてね。なんで謝る？ごめんね、疲れてる。そうですね。疲れてる。
疲れてる感じするね。ジェフのお父さんは盲導犬の学校の校長先生だそうです。すごい人なんですね。なんか子供たちとかもなんかね、いっぱいいろいろやってますね。あ、なんか絵の並び替えやってる。これ視覚障害者のためのゲームみたいです。挑戦したいと思います。見える？全然見えない。頑張ってね。開始。開始。見えた？できたーできたー。あ、できたー。好了。うん。あ、这个。Keep the next keep。どれかどれでももらっていいですか？うん、どうでもいいよ。これ難しいね。難しそう。頑張って。うん、頑張れ。あ、いいの、不对。三个都不对，这三个。啊，三个。三个都不对。哦，好啦。お疲れ様でした。難しかった、難しかったね。なんかいろいろ案内してくれるみたいです。あ、え、すごい、なんか包丁でマッサージしてる。え、やば。あ、包丁でマッサージしてる。え、痛くないですか？これからマッサージするみたいね、マッサージ、ハチエマッサージを払ってくれました。優しいね、すごい、ありがとうございます。そういえばマッサージまだ台湾に来てからやってないです。やってない。よし、さあ、ケブロン、やっぱ高いで、はい、哎，来，你不会，你来讲啊！要你来讲，你不会，你没人管的，他会讲不讲话了。你比更难啊，你来讲，要高一点。我跟他回去，那个，不会讲，都在我那搞。脱ぎます。脱ぎます。脱ぎます。嗯，脱ぎます就是请。这会不会很情色的说法？对了，正常正常，不会不会。絶対美味しい。老板，用，请给我两烤肉。谢谢。这里台北的。哎，なんで？本当にめちゃ美味しい。え、ニンニクと一緒にソーセージ食べんの？え、なんで？なんで？アルペレン。怎么可以这样？你会用日文问他，用日文问他甜品的中日文的。これ日本語は何ですか？どれ？
か。焼肉。焼肉巻き。焼肉パン。焼肉パン。はい、一応あ、美味しい。なんか普通のやっぱ台湾の匂いがする。香辛料の匂い。ニンニク、ニンニクちょっと違う、違う、全部じゃないよ、そんな感じ。なんでニンニク全部食べちゃったいいよ。タカロードなんだ。あ、でも美味しい。ニンニクとソーセージ。あ、こういう食べ方するんだ。美味しいな。ニンニク全部食べちゃった。ニンニクやっぱり必要。うまい。おい、美味しい。美味しそう。台湾黑狗也可以成为导盲犬哦。其实也不是这样子的。今日はイベント一日過ごしましたけど、いろんな人に親切にしてもらったり、犬と戯れたり、すごく癒される時間でした。お腹もいっぱいになったし、すごい楽しかったです。